鼻の血は上を向かずに下を向け。シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。ふうまくん、まなちゃん、ひなたくんの仲良し三兄弟。まやママにはこんなお悩みが。ふうまはよく鼻血を出します。こんなに鼻血を頻繁に出していて大丈夫でしょうか。アドバイスしていただくのは、熊本クリニック耳鼻咽喉科形成外科の熊本真由子副院長です。5歳までに少なくとも 30% の子どもが微出血を起こすと言われており、日常生活でもよく遭遇する疾患かと思います。心配しなくても大丈夫ですよ。安心しました。では、正しい処置法を教えてください。はい、子どもの微出血の9割以上が鼻中隔前1/3、キーゼルバッハ部位と呼ばれるところからの出血です。この部分は血管が粘膜の真下を網目状に走行していて、鼻をいじったりこすったりすると簡単に傷つけて出血してしまいます。出血時は椅子などに前かがみで座らせて、親指と人差し指で小鼻を挟み、鼻中隔を圧迫することで止血できます。この時血液は飲み込まないよう口から吐き出させてください。ちなみに上を向く、横になるなどの姿勢をとると鼻血が喉の方に流れてくるのでやめましょう。また後頭部を叩いても止血の効果はありません。止まらない場合や出血量が多い場合は、出血性の全身疾患が隠れていることもありますので、一度耳鼻科での精密検査をおすすめします。今日は勉強になりました。今度から鼻血が出たら実践してみようと思います。今日はありがとうございました。バイバイ。バイバイ。番組では子育ての疑問悩みをお持ちの出演者を大募集。TNC ハグハグからご応募ください。